チャールズ・シーラーチャールズ・シーラーは、アメリカの戦艦機から戦後にかけてのプレジジョニズムの画家、写真家、プレシジ,ジョニズムを参照。シーラーの写真作品は、ストレートフォートグラフィーを、ある意味突き詰めた地点にある。撮影の対象となるのは、建造物、乗り物が主であり、それらを、淡々と撮影している。しかし、新速物主義的な、 例えば、レンガー・アパッチュの作品と異なり、ある種の柔らかさを持っている。これはおそらく、ストレートフォートグラフィが、必ずしも新則物主義的になるわけではないことを物語っており、ストレートフォトグラフィの手法を用いた、ピクトリアリスム作品もあることと並んで、ストレートフォトグラフィの幅広さを示していると言える。また、ニューヨークを撮影した作品には、 ベレニス・アボットの都市写真との共通性。工場を撮影した作品には、マーガレット・バーク・ホワイトの作品との共通性などが見られ、シーラー自身の幅広さにも注目する必要がある。日本語ではあまり文献はない。英語では、例えば写真に関して次の文献がある。ありがとうございます。